はい、カツオのなめろを作っていきたいと思います。アジのなめろの方がまあ美味しいんですけど、カツオのなめろの方が量あってめんどくさくないので、カツオのなめろを作っていきたいと思います。今家の庭の畑からネギを抜いてきました。でこのカツオもよくスーパーで見切り品で売ってるんだね。見切り品、見切り品で十分です。これ149円。見切り品を冷凍しといて、見切り品の時はいつも買っといて冷凍しといて、それを、食べたい時になめろうにするような感じでいただきます。まあ、まずこのネギを切ってもらって、あ、ネギもみじん切りの方がいいですから、ネギのみじん切りでこう十字に入れた方がいいですね。小口切りにするより、こうするともともと細かくなってきます。はい、このネギとか玉ねぎ切るときに目が痛くなる場合は、口を閉じずに口で呼吸してれば痛くなられません。よく箸噛むとか言ってますけど、箸なんか噛んでたら乱れが立っちゃうので、口呼吸、鼻で呼吸しない、ずっと口を開けっぱなし、開けっぱなしにしとけば玉ねぎでもネギでも目は死にません。ずーっと開けっぱなしにしてください、口を。それでこれをもうちょいみじん切りにしてもらって、まあなめろうのこちょこちょやるときに、まあ、ぐちゃぐちゃになるのでいいですけど、はい、OK です。あ、大葉なかった。大葉ちょっと庭いて取ってきます。はい、庭から雑草のように生えてる大葉取ってきました。売ってるのと違って不揃いで農薬使ってないので、たまに虫が食って穴開いたりしてますけど、これで幼虫とかいっちゃいけないので、卵とか産んじゃいけない、あっちゃいけないので、ちょっと洗っていきます。これで OK です。無農薬なんで普通に売ってるよりだいぶでかいですね。こんなでかいですからね、本当虫に食われるか人間が食うか競争ですね。すぐちょっとここ硬いんで虫に食われちゃうので、ちょっと要注意ですね。大葉は、で大葉も細かく切っていきます。大葉入れた方が香りいいんで、別に大葉切られて入れなくていいですけど、なんせ庭にいっぱいあるんで、大葉庭かなんかで埋めておけば、どん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 種が増えてあっちこっちこぼれて雑草のようにどん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 出てきますから、はい、これで OK です。とりあえずそんでカツオ、スーパーで買ってる見切り品を1回冷凍、解凍したったらまた冷凍して、冷凍して今解凍して、はい、カツオこうやって食べた方が美味しいですからね。はい、カツオもぶつ切りに、ちょっとこれだと分厚いで、もう一回ぐらい切って、でこれでなめろうで済んで、最後ぐちぐちに叩くんで細かく切っていきます。これとっても美味しいですよ、カツオのなめろう。アジのなめろうはまあ美味しいって美味しいですけど、みんななめろうにしちゃうと結構ハマチとかあのイサキとかもスーパーで売ってるのを、あれ安く買って全部なめろにすれば、味噌と醤油と、うちは砂糖入れないんで、味噌と醤油と、味噌と醤油だけですか、あとネギと大葉入れても入れなくても、あ、生姜入れるだけで、はいはい、こんな感じです。そんで本当はこのまな板の上で味噌と醤油であえていきたいんですけど、そうするとこのまな板が醤油と味噌で汚れて、また吐いてはつけなくちゃいけないんで、ある程度細かくなったらボウルに移してもらって、ボウルの中で混ぜてください。あ、ちょうどここ生姜あるから、この生姜も使っちゃいましょう。でうちはとりあえず生姜結構すぐカビ生えたりダメになったりするんで、全部生姜は冷凍庫で凍らせてあります。で使う分だけをおろし金でおろして使うパターンです。そうじゃないと、いつも生姜豆に使ってるんですけど、たまに使うともうすぐカビ生えたり
傷んだりベタベタしたりしちゃうので、冷凍庫で凍らしてあります。はい、 OK。 これをボウルに移します。醤油と味噌つけるとまな板がだいぶ汚れちゃって汚らしくなるので、ちょうどこれでいいです。で、ここについてた生姜も入れちゃいましょう。もったいないんで。本当はチューブ式の生姜とかニンニクあんまり体に良くないんで、うちはいつも必ずするようにしてます。めんどくさいけどするようにしてます。あとは醤油と味噌を入れていきますけど、これ醤油昆布醤油、これ昆布醤油とっても出汁があってうまくて美味しいです。カツオ醤油もあるんですけど、カツオ醤油はカツオに入れてもしょうがないので、昆布醤油これ適当にこのぐらいくるくるって回すだけ。あとは私の自家製味噌、これ自家製味噌を入れ物に入れてあります。これをスプーン2杯ぐらい、後で濃くなったら大変なので 1,2 杯で後で味の調整してください。大体カツオのその切り身2個で2杯、このぐらいでいけます。これでかき回していきます。これだけです。これでやるととっても美味しいです。うちの子供もみんな喜んで食べてます。なめろうです。カツオだけでそのまま食べるので、結構カツオってカツオ節になるぐらいで味が結構きついので、なめろうにするととても食いやすいです。ちょっと粘りが出るぐらいまで混ぜてもらって、よーく味噌が混ざるまで。はい、これで OK です。これでちょっと味見してみますか。うん、美味しいって言いながら、いつも俺は味噌をまた余計に入れすぎてしょっぱいって言われるので、昆布醤油少し足して終わりにします。あとは人それぞれ味の濃さがあるので、私だんだん濃くなっちゃうので、これでやめて、みんなが気に食わなかったらちょっと水足すなり醤油足すなり、個人の味覚の差があるので、これでちょっと薄味でこれでいい感じです。これでカツオの生臭さもないのでとっても美味しいです。やってみてください、カツオのなめろう、とっても美味しいです。さらに盛り付けていきます。はい、出来上がりです。カツオのなめろうです。やってみてください、とっても簡単です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。